BZ。待って。ねえ、待って。私は、ここよ。行かないで。お願い。BZ。ああ、よかった。団長、BZが目を覚ましました。放射。よかった、無事で。もう、BZったら、敵のこと心配してる場合じゃないでしょ。どうやら、大丈夫みたいね。びっくりしたんだから、あなたたち、急に倒れちゃって。ラジュリース様に手伝っていただいて、なんとかここまで運んできたのよ。ラジリース様はそれが、まさか。大丈夫。息はしていらっしゃるわ。けど、あなたたちを運んだ後、そのまま倒れてしまわれて。あなたたちを運んでいるときは、冗談まで言ってたのよ。だから、まさかあんな。お父さん。お父さんが、お父さん。BZ？大変。どこかで頭打ったのかしら。見せてごらんなさい。星の体重が枯れてたの。星の体重？何のこと？見た？惑わされるな。奴ら。親衛隊は人をたぶらかすのがうまい。ラジュレイス様。また、気を失われたみたい。ああ、一体どうしたら？すぐにオートに運びましょう。清涼院もあるし、十分な治療が受けられるはずよ。ダメ。この傷は体が弱ると、どんどんその人を蝕んでいくの。今、旅をさせたら、きっと体力は持たない。BZ？あなた、この不気味な傷について何か知ってるのね。じゃあ、修道院に運びましょう。あそこなら、薬草に詳しい修道士がいるはず。いいわね。BZ。ねえ、もう、とっくに気づいてる？そう、私も、あんたと同じ冒険者なの。未来から来た。ね。そして、あの鉄道騎士隊長は、私の父、パルマ家のラジュリーズ。これから10年ほど後、あの傷、あの呪痕が原因で命を落とす運命なの。だから、私ね、ここが過去の世界だって知ったとき、真っ先に考えたの。父は、銃の攻防戦でその呪痕をつけられたって、母から聞かされてた。だから、そこにさえ父を生かせなければ、きっと、負傷を阻止できるだろうって。だって、この世界で起きたこと、これから起きることを私は歴史として知ってるんだもの。でも、結局、助けられなかった。きっと、歴史が変わってきてるのよ。だって、お父さんの日記には、ラボール村に行った話なんて全く記されてなかったもの。やっぱり、あの黒白猫が。あの獣人も、私みたいに歴史を変えようとしてるんだわ。しかも、獣人血盟軍にとって有利な歴史に。見てらっしゃい。絶対に、あの猫を踏んじばって。今度はこちらのいいように使ってやる。そして、お父さんをなんとか助けてみせるわ。ころであんたはこれからどうするつもり？まさかあの黒白猫との約束を守ろうっての？世界の嘆きの涙を照らす。だからそれあの猫に言われたことじゃない。こんだけ私が話してるあんたはと。待てよ、そっか、そういうことね。とりあえずあの猫の言うことを聞いてるふりしてればあいつはきっとまたのこのこ私たちに接触してくる。そういうことね。冴えてるじゃない。あんたのこと気に入ったわ。ふふん、私たちいいパートナーになりそうね。さて、そうと決まればあの猫の現れそうな場所で一丁派手に暴れてみせて。嘆きの涙とやらを照らしてみせようじゃない。ふふふふふ。まがつおしのあるところを。暁の新兵さんが降り立ちて、おいおい、ぬい、予言事なんて歌ってる場合じゃないぜ。こうきちゃんの言う通りだよ。おかしいじゃないか、あいつら、どうやってこの世界に来たんさ。ねえ、けへ、ひょっとして、アトムスを通ってきた、なんてことは？はっ。にゃはははは。戸締まりを忘れたんだろ？ぬいはいつも出来が悪いからな。ありそうな話だ。まあ、失礼ね。第一プロジェクトは私たちみんなのお仕事ですわよ。確かに我々は子であり善だ。しかしそれはきちんとプロセスが予定通り実行されての話。だいたいさ、なんだっけ？新兵？正気とは思えないね。あんた、あーたちたらほんと文句ばっかりね。ふう。うるさい。静かに。トリが何か言おうとしてる。ねえ、みんな大事なことを忘れないで。ああも、おふくも、何度も危ない目に遭ってる。ぼやぼやしてる場合じゃないよ。うん、尻尾を捕まえて捕まえそうになったんだよ。怖かった。お、ほんと？誰が僕たちのプロジェクトを邪魔しようとしてるのかな？そういえば、この間から私のことを猫呼ばわりして捕まえようとしている小娘がいるわ。なんだって俺らの誇り高き血統士族を猫呼ばわりだと？怪しいね、そいつ。怪しい。なはははは。何をぼさっとしている。絶対黒だ。そいつは何か企んでるぜ。でしょ？ですから、皆さん。あっちは頼みましたわよ。私はその小娘と手下を見張りますわ。頑張るわよ。はーい。決まったわね。じゃあ、以上よ。はい。ということで、続きが気になるところですが、今回はこれにて終わりたいと思います。ご視聴いただき、ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、そして概要欄に Twitter のリンクも貼っておりますので、よかったらフォローもお願いいたします。それでは、またです。